ハンサの上に乗るブラフマーハンサは、ヒンドゥー教に伝わる神鳥、白いガチョウの姿をしており、ブラフマーの乗り物とされる。純粋さや神の知識などを司り、高次元の存在への到達のシンボルとして、扱われている。サンスクリットにおける、この語は、ガチョウ、ハクチョウ、ガチョウやアヒルノユウといった水鳥の類を意味し、元をたどれば、英語のグースなどの語源でもある。 in 王祖号 h, in 図マイナスに行き着くとされる。方点グレーブス c, a ディクショナリーベンガリーサンスクリット explained in English, and adapted for students of either. ランゲージロンドン jl cox 3 p 2719 https, archive org, details, ディクショナリーベンガル1687ハグページ N1401、モード、ニアップ、ハットダークセリック、GS。エトモロジカルディクショナリーオブザスロビック、インヘリテッドレキシコン、ライデン・インデュー、ヨーロピアン・エトモロジカルディクショナリーシリーズ、V4、ライデン、ブリル、P184、ISBN 9 7 8 9四0 4 1 5 5 0 4 6ありがとうございます。